2024オートバックスーパー GT ラウンド2富士 GT3 アワーズレース今スタート。まずはステモ、後ろからニテラモチュールがやってくる。1コーナーに向けて、さあまずは静かなスタートになるのか。ステモがきっちりと抑えてくるのか。いや、ニテラも来る、ニテラも来る。しかし前はどうだ、ニテラか、ニテラが前に出た。なんといきなり1コーナーでニテラがオーバーテイク。はい、佐藤蓮。さあ1コーナーブレーキ勝負はアウトサイドから ART へ。佐藤蓮どうだ、回り切れるか。前に出たか、前出た。さあもうウェッツに追いついた。16号車ホームストレート伸びてくる。シビックタイプ R、 これは速い。さあ順位上げるか。アウトサイドから佐藤蓮、国本の前に出て11番手。結構ね、詰まりましたね。今300の争いの中にちょっと巻き込まれちゃった形です。これはね、本当に運不運なんですけどね。ああ危ない。今接触がありましたね。ちょっとなんか煙上がってますよね。はい、3番手争い。さあノジュリがもうロニーの真後ろまで来た。シビックスリップを使ってくる。アウトサイドに行く。前には、うわちょっと車も300も見えているが、ブレーキングではどうだ。前がちょっと抑えられている。ローラー3ワイド、前出たか。 ARTA ノジュリが前だ。3番手 ARTA またドライバー交代してます。さあ ARTA ピットアウト。これはもう圧倒的にだってあったかいですもんね、はい、温まってるんで、はい、さあこれで後ろが4番で、これ完全に逆転で、しかもこれ、 そうこれ今ひっくり返せたんで引き離すので、はい、ここの2台もこれ表彰台争いとしてはねいやそうなんですよ。これ前が3位表彰台、そうですね、後ろは4位ですから、はい、入ったか入ったか。大高くのシーン前へ出たか。もう一度狙う松下。さあ立ち上がり勝負、サイドバイサイドで最終コーナーを立ち上がっていく。またしてもサイドバイサイド。立ち上がりだとさっきの状況を見ると17の方が伸びるかもしれないね。どうだ、少し17が前か。いや ART が伸びてくる、伸びてきた。うわ前だ、松下前だ。 ART 守ります。あれ16号車スローダウンだ。16号車 ALTA の16号車ですけども、パワーステアリングの故障ですね、トラブルですね。ああ佐藤蓮本日ともにがっかり。いやここも100あるテールトゥノーズです。一気に今差を詰めましたね。さあ飛び込んできた、ブレーキ効果が上がる、止まれない。大高くのシーン、若さが出たから。でもすごかったな今の。ああでも表彰台向けて一直線、嬉しそうですね、うん、あれあれスローだ、スローだ、あらスロー、スロー、あーどうした ARTA、 ピットに入る。16号車に続いて8号車にも何があった。あの ARTA のオンボードでヘアピンが立ち上がりで3から4にするときに3から4、5って入ったとかあって、あなんか今2つ入ったなと思って。そうですか、はい、厳しいな。あ野尻がポンポンと背中を叩きます。さっきの笑顔が消えた野尻。ここで3210、さあこれでホームストレートに戻ってきたらチェッカーです。2024オートバックススーパー GT ラウンド2富士 GT3 アワーズレース制したのはニテラモチュール Z。 あ来た高橋優勝はニテラモチュール Z、 モチュールオーテック Z が2位ということで、なんと、ニスモの2台がワンツーという形になりました。そして ARTA は2台ともねトラブルということで、14位15位まさかの機械に沈むという結果になりました。それではランキングです。坪井山下がトップキープですね、以下このようになっています。